ありがとうございます。先ほどご紹介でありましたが、私は2回目です。弊社の株式会社ハーベストという会社なんですが、こちらの会社では、おそらく2年ぐらいの年齢で、一度講演をさせていただいているんですが、お母さんの心臓の音を録音してオーダーメイドで CD を作るという、そういう事業をさせていただいております。私自身ですね、延岡の中央通りの商店街の真ん中で育って、延岡の地域の中で育てられたという環境がありまして、事業をやっていく中で、やはり何か地域、もちろん育て環境を良くしたいとか、世の中を良くしたいという気持ちもあるんですが、その地域への何か貢献できる事業というのもいつかやりたいという思いがありました。その中で一つ今回お声掛けをいただいてすることになったのが、これから紹介をさせていただきます J サイトの延岡というかということでさせていただきます。本日はですね、私の会社のスタッフが2人来ておりまして、後でご紹介させていただきますが、メリーのオーナーをされています石田さんにもちょっと付けていただきました。後で詳しくちょっと紹介させていただきます。うちの会社の2人の柴田とお伝えいただきます。見ていただいても分かるように、うちは顔で顔でしか入ってこない会社に来たくなるという会社にしていこうと思ってやっております。それではですね、早速ですがお話をさせていただこうと思います。もうですね、今回広瀬さんって皆さんご存知のように延岡館をやっていらっしゃる広瀬さんですよね。私もやっぱり広瀬さんのサイトで検索をして、ご飯食べに行ったり、今日飲みどこ行こうかなって探したりとかもするので、もうどのサイトよりも延岡では延岡館さんというのは私は重々分かっています。で、今回のサイトの SDR の目的っていうことも今から話していく中でお分かりいただくと思うんですが、そんなに対して先ほど何か仕掛けがあるんだろうとか、そんなないです本当にそんなないから、すごい技術とかすごい秘策とか全然ないです。その辺をですね、緊急的に話していきたいと思いますので、ぜひですね、どっちかというと助けていただけたら ありがたいなと思いまして、本日のこの場はありがたくお話をさせていただこうと思います。はじめになんですけれども、この辺はね、もうよくあることなので皆さんもご存知だと思います。インターネットこれだけ普及してますということですね。インターネット普及率が 82% を超えていて、今もインターネットっていうのはもう情報を発信するっていうことですね。情報を発信するのにも、情報を入手するにも、もう欠かせないものになっています。で、その時にですね、私たち何を参考にするか、オブジェ選びっていうのはもうこういうふうにですね、年代別分けても結構ですね、50歳以上、60歳以上の方もインターネットを使ってお店を選んだり情報を得たりしているという現状があります。で、その中で、インターネットっていうので私たちは商売をやっていく中で大きく活用していきながら、そこから情報発信をしていくんですが、私たちがホームページサイトを作った場合っていうのは、効果的なやっぱり集客、そこに来てくれないと全く意味がないわけであって、素敵なホームページを作っても、面白い情報を発信してても、そこに集客するっていうのがすごく大事なんですけれども、例えば SEO って言って、よく検索っていうので引っかかるときに上に上がってくるものであるとか、ホームページの内容を更新してみたりとか、そういうことを皆さんそれぞれやっていくわけなんですけど、それでいかに延岡居酒屋で上に上がってくるかとか、延岡ホテルで上に上がってくるかとか、そういうことをやっていくわけなんですが、その中でも特に大事なのが、効果的な集客の方法のためにですね、特に大切なのがやっぱり掲載プランの手入れをしていくということと、ホームページの内容を更新していくということと、あとはやっぱりその中の写真とかコピーとかを工夫したり、見やすいページを作ったりっていうのがすごく大事になっていきます。やっぱり広瀬さんの延岡さんのすごいところっていうのは、本当にもういつやってるんですか、広瀬さん。あれは変えてからほとんどずっとやってます。すごいですよ。情報の新鮮さとか面白さとか、フットワークの良さとか、本当に素晴らしいなと思いますし、また地域の情報をしっかりと掴んで、地域の新しいニュース、イベントニュースとかを必ず載せてらっしゃるっていうのが、私は本当に素晴らしいと思いますし、間違いなく延岡の地域にとって貢献をされていると思って、本当に尊敬をしています。
で、まあ、こういうことが本当にやったらいいんですが、ただ更新や発信を手軽にホームページで作ってもらっても、やっぱり更新するのに専門の知識がある方はいいかもしれないですが、やっぱりそれを業者に作ってもらった場合っていうのは、それお金がかかった打ち合わせが必要だったりするんですけれども、更新や発信を私たちみたいな一般のそんなにパソコンが詳しくない人たちでも手軽に、まあ、思った時に今日の午後にやりたいっていう情報がすごく知れる、早くそして安くできたらいいのになっていうのはちょっと前々から思ってました。私たちも自分の信用のサイトがあるので、それをやっぱり作り変えるのにすごく手間がかかるっていうところで思っていました。それで、まあ、私たちがなぜ自営サイトなのかっていうことなんですが、まだちょっとオープンしたばっかりなので、まだ皆さんおそらくうちのサイト見たことがないかもしれないんですが、こういうサイトです。ちょっと今までなかった、まだちょっと慣れないと見にくいんじゃないかとか思われるかもしれないサイトなんですが、こういうふうにいろんな入り口があるサイトなんですね。で、うちのサイトの特徴っていうのは、まあ、ちょっと今から少しずつ話していくんですが、よく見ていただくと分かると思うんですが、まあ延岡日向というので、延岡日向の地域の店舗情報とかが載ってきますに加えまして、まあ、延岡市観光協会さん、町の情報の中には行政、それから、ですね、地域の情報、イベント情報っていうのも一緒に掲載をしていっています。で、まあ、J サイトっていうサイトのまず目的、これちょっと固いのでさらっとなんですけれども、まあ私たちこれ実は街づくりの一環としてやっています。そういう組織がありまして、その組織の目的に沿ってこれをさせていただいています。ちょっと難しいんですけれども、それはその組織っていうのが実は九州内に広がってエリアがあるんですね。私たちはその一部の延岡日向地区っていうのを受け負ってやらせていただいてますが、全てとですね、九州内に28エリアある、J サイトという組織がございまして、その中でさせていただいてます。その目的っていうのはこういうふうにですね、地域情報が本サイトに上に蓄積することにより、地域のコミュニティがより活発になると確信しているというところで、載せてもらうとか誰かに作ってもらうではなくって、みんなで作る新感覚総合情報サイトなんですね。ちょっとまだ分かりにくいですね何がみんなで作るなのかっていうところなんですけれども、で先ほどちょっと九州って言いましたけど、こんな風になってます。九州の本部にですね、福岡の方に、株式会社 J サイト九州というところがありまして、そこに本部がございます。でそこから各県にあって、各県、福岡県、佐賀県、長崎県というふうにあって、その中に、まあ、エリアがあります。宮崎県でいうと、宮崎市、それから都の城市、そして延岡日向という3つのエリアがあります。で全て合わせて九州の中で、28エリアというのがあります。これあるからなんだっていうことなんですけれども、実はそのエリアサイトがあって、県のサイトがあって、九州のサイトがあるということで、情報はシェアされます。例えば私たち延岡日向で上げた情報、延岡日向の店舗さんが上げた情報、新着情報、いろんな情報があるんですが、イベント情報も含めて、それは宮崎県内で情報を発信していただき、それはまた今度は九州の方のサイトで各エリアで発信してもらえるっていう、相互の情報を交換していく、交換ではない、もっと発信、より多くのところに発信していくことが可能な、エリア、ポータルサイトというところが一つの特徴です。で、私がですね、なぜ J サイトっていうものを取り組んだかっていうところなんですが、実はですね、これはですね、地域を盛り上げたいっていう気持ちから、この、J サイトっていうのを取り組みました。今、延岡の中にも延岡さん、それから、いろいろありますよね、他のところも、もっと各場所がですね、まあ、パーナビさんであるとか、ゼルビューはじめさん、エンさん、もういろんなところが発信していると思います。もちろん延岡市観光協会も発信していますが、私は地域情報の発信のもとは何個あってもいいと思っているんですね。私たちの年代の女性がやるサイトがあってもいいと思うし、こうやってお仕事終わられて、夜遅くまで、ヒロシさんがいらっしゃってもいいと思いますし、いっぱいお金をかけれる、ね、サイトがあってもいいと思いますし、だからあまりそこの他のところがあそこがもうあるからいいやとか、そういうのでは全くそういう意識はなくて、同じエンジン01という企画がこの秋に延岡ありますよっていう人がいっぱいいればいるほどいいと思っているので、
そういうふうな情報の発信源というのは何個あってもいいと、じゃあうちの会社がそれ1個やってもいいんじゃないかというところで、この J サイトの延岡、日向延岡エリアというのをうちの方でやらせていただくことにしました。でもう1個ですね、また地域盛り上げたい、なんで J サイトかというところなんですが、これはですね、もしかしたら他にはないかもしれないですが、自主的に発信する、場とか人を作るお手伝いがしたいというのがありました。これはですね、私 のちょっと実家の話をしますと、私は実家が延岡でもう創業82周年ぐらいになる衣料品店を営んでおります。でそこの衣料品店はですね、いろいろ面白いことするんですよ。なんかなんとかのなんとかでとか言って、3割引きですよ今日はとか、今日はこういう在庫一斉整理しますよとかいうのをやるんですが、やっぱりなかなかその日の情報っていうのを発信できないとか、それからもちろん今のちょっと資金の中ではちょっとホームページ自体を作るのはちょっと難しいなとか、それを扱える人もちょっといないなとか、いろんなことがあります。でも内容も商品サービスもすごくいいんですね。そういう方たちに対しても情報発信諦めるんじゃなくて、情報発信自分たちでしましょうよ、誰かがやってくれるっていうのを待つんじゃなくて、誰かが取り上げてくれる、誰かが美味しいって言ってくれるのを待つんじゃなくて、自分たちでメニューを掲載してみたり、商品を掲載してみたり、自分たちで動くっていう力とか場所とかを私たちが提供することによって、自ら動くことができるようになるんじゃないかと、そういうふうになるなり延岡がもしかしたら活性化しないんじゃないかなっていうのが私はずっと思っておりました。それで、それが簡単で、比較的簡単で、で、比較的安くて、あれば、まあね、食べログとかで載るとかそういうのではなくって、自分たちで簡単に写真をアップしたり、メニューをアップしたり、自分たちで自分たちのホームページを作るってことができる、そんな、サービスが J サイトです。これが自分で更新、発信できるサイトということです。でですね、もう一個、地域を盛り上げたいということですね、アクセスを増やす、これは大きな意味でのアクセスを増やすという意味なんですが、もしかしたらそれは、宮崎県内へのアクセスを増やすかもしれない、延岡へのアクセスを増やすかもしれない、いろんな情報を集約することによって、各店舗さんへの1店舗ではできなかった、アクセス数っていうのをたくさん増やしたいっていうのを考えてます。っていうのが、インターネットでのアクセスが増える仕組みなんですけれども、例えばページっていうのを扉と思った時にですね、こちらにですね、例えば A さんのホームページに入る入り口が1個だとします。 B さんのページに入る入り口がドアが3つあるとします。 C さんのホームページに入るドアは6つあるとしたら、もう断然 C さんのホームページにの方が、人が来やすいんですね、安いところによって。だからたくさんの一つのサイトに対してたくさんのドアがあるっていうのはすごく大事です。それによって、情報を得たいという人がたくさん集まってくれる。それを、一社で作るのではなくて、加盟店になってくださった皆さんに作っていただく、こういうサイトです。でただアクセスを増やすにはページを増やせばよいだけではないんですね。それだけではなくて、もう一個キーワードがあって、古い情報がちゃんと更新されているか、そして適度に内容が増えていってるかっていうのがすごく大事です。ということで、私はこの、いろんな情報を簡単に安くホームページで情報が自分で発信できるとしたら、その時に必要な要素として、こういうふうにみんなで入り口をたくさん作って、例えば本だったら同じ値段でページ数が少ない本とページ数がたくさん入ってる本だったら、たくさん入ってる方がちょっとお得ですよね、そっちを欲しいなと思うと思います。内容がすごい古い雑誌と最新の内容が入ってる雑誌だったら、やっぱり最新の内容が入ってる雑誌の方がいいと思います。でそういう場を一緒に作っていけたらっていうものが、その思いで J サイトというのを始めました。 J サイトの、
まあ、ちょっと後で実際のページをちょっと見ていただくんですが、プチインサイトっていうのはですね、まあ、今回のこういうふうな、ページの中で各店舗さんの情報がまた後でちょっと詳しく見ていただきますがあるんですが、この店舗さんの情報っていうのは実は、各社の Facebook ページだとか、先ほど申し上げました、今はまだまだ、ね、いいね、300ぐらいなんですけど、延岡広場 J サイトの Facebook ページとか、それからその他県の Facebook ページとか、それに全部こう連動して情報がわーっとこう回遊というか流れていくようになっていますだけではなく、一応ですね、今回観光協会さんとか延岡市の、観光戦略課の方と関東もですね、すべて皆さんちょっと応援というかご許可をいただいてまして、協力し合いながら情報を発信していきましょうということで、行政との、パイプというのもしっかりと作っています。まだ生かしきりで全然ないんですけど、その辺の方もしっかりと押さえてさせていただいておりますということで、実はまだオープンしたばっかりで、こんな大きなことを言いようとしてるんですが中身はまだ全然なんですが、ただすごく、いいものになっていくだろうなっていう気にはなっています。で、各店舗のページっていうのに入らせていただくんですが、こういうふうにですね、ちょっと分かりにくいんですが、例えばこれは今回延岡市の、旅館組合さんが入ってくれたんですけれども、旅館組合さんのページっていうのはこういうふうに、上にですね、自分のページ、これは自分のページですね、自分のページがあったら、自分のページっていうのを6ページいろんなものを掲載することが可能なんですが、これ何が入ってるかっていうとですね、こういうふうにトップの部分に店舗詳細情報、それから写真ギャラリー50枚の写真が貼れるものとかですね、あと新着情報、新しくこんなことしてますよ、こんなニュースがありますよ、とかイベント情報、何月か何日まではこういう整理をしています、クーポン100円のチケットついてますよ、それからフリーページ、自由に発信していけるページ、これが自分でどんどん更新できるページになってます、ね、これは店舗詳細情報は、まあ、その中身であるとかが書いてます。ギャラリーの中ではこれはですね、まあ、50枚までの写真が入っていきます。こういうふうな、まあ、ブログ的な感じで情報を発信していただいたり、イベントの情報を載せていただいたり、それからあとはもうこうクーポンですね、こちら見せたら安くなりますよっていう、こういうのが、まあ、ブログをやられたりとか Facebook もしかしたらやられたりするかもしれないんですけれども、結構簡単に作ることができるっていうところが、この J サイトの特徴です。またその新着情報とかを、更新しましたら、これトップページのこういう欄にですね、J サイト熊本さんのページなんですが、どこどこの会社が、例えば株式会社ハーベストが新しいニュースを更新しましたよっていうのが出てきます。でこれをまた Facebook で共有したり、他の地域の方の J サイトで共有をしたりっていうことで、例えば新商品を発売するときとか、ちょっと面白いニュースがあったなっていうときとかに、こちらの方がどん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 出てくるということです。で、こんな感じでちょっとまた質問とかはどんどん受け付けようと思うんですが、私どもですね、地域コミュニティを作ろうっていう思いがすごくあります。何もせんよりは何かやろうよ、納得よりは自分たちから発信していこうよっていうところがあって、まあ、そういう方たちを含めてですね、異業種交流会っていうのを開催します。こちらはですね、まあ、これに会、入会というか加盟店になっていただいた方たちの異業種交流会、これはですね、九州各地で行われてまして大好評を得てます。この中ではもちろんインターネットを使った情報の発信の勉強会等もありますが、その中でのビジネスマッチングですね、異業種の中での一緒にじゃあご仕事してみようかとか、延岡の中ではいろんな団体があるので、そこでいろんな交流ってあると思うんですが、もうビジネスマッチング、一緒になんか仕事の話をしてくださいってこう堂々と言うのってそんなにないですよね。こう、まあ仕事の話はなしねみたいな団体とかは、その勝手とかあれとかはそういうのはなしねみたいなのはありますけれども、これ堂々とビジネスマッチングで一緒に手を組んでしてくださいっていう交流会ですねとか、まあね、楽しくいつも会わない人たちと会うっていうのはすごく大事なことだなと、刺激を受けて大事なことだなと私も会社をしながら思っています。こういう会を開催して、
まあ、延岡キューバでもやるんですが、それがまあ宮崎ブロックの、交流会も行われます。九州ブロックの交流会、行きたい人は行けばいいっていうところはですね、やろうと思ってます。で、気になるお手伝いなんですが、ちょっと見にくいですか。あのですね、実はあの一番上からですね、このページ、先ほど あの申し上げました 6つのページを作るっていうのを作った時の加盟金、一番初め1回だけが1万5000円というページが、いります。これもさっきのページを最初のページを作って差し上げて、それから Facebook の登録とか情報の入力とかをさせていただきます。そして毎月かかる費用なんですが、これですね、3240円、2番目ですね、ベーシッププラン3240円です。3240円で、ホームページを持たれた方はお分かりになると思うんですが、サーバーを自分の自社のホームページを持つだけでもやっぱり5000円とかしますよね、うん、します。で、まだ更新するのにお金がかかったりとかあるんですが、自身で更新したりとかする場合、いくらいじっても3240円です。一緒に一括って書いてますけど、一括でも同じですよね、自分にかけてるだけですね。でもね、言ってもやっぱこの、まあ更新するの私無理やわって、パソコンもないし、スマホでできるとっていうことあると思うんですが、その場合は実はですね、もう超もうこれでも良心的すぎて、私これ本当にやっていっていいのかなと思うんですけど、アフターパックっていうのがあって1080円で2回まで、うちの柴田咲ちゃんですね、パソコンめちゃくちゃ得意です、ごく作るのが早いんですが、彼女がですね、もう電話一本してるからささって書き換えてくれる、もう月2回やってくださるってことで、もうこの前作らせていただいた旅館組合さんのは、もう22件の旅館情報を1080円でもう全部打ち込んで、もうっていうのなんですが、まあ、あくまでもこれはですね、私たち本部もあって、情報機器とかも正直な話あったりもしますし、そんなに儲かることではないんですね。けど、なんかみんなでこうそういう情報発信をする元気なコミュニティを作ろうよっていうところが一番の思いでやってます。あと下は、これ私たちの延岡ヒューガの独自の辺なんですけれども、求人情報です。求人情報、延岡ヒューガの求人情報っていうところで、1ヶ月、加盟店だったら1620円。加盟してない方でも3000円でずっと載せることができます。インターネット上にですね、写真も自由に貼っていただきますし、それはちょっと結構、ね、皆さん人を集めるのすごく大変な中で、ポップな感じというか、すごくクリアで新鮮な形で情報を私たち発信どんどんしていきますので、求人情報っていうのはすごく利用し合い次第があるんじゃないかなと思います。あとメルマガ配信とかもありますけど、これは使いたい方は言っていただいて、こんな感じでいろいろありますけど、3000円ですっていう3000円で使っていただけますと、あと1080円でも柴田咲ちゃんが手足のようになってページを更新してどんどん情報を発してくれますっていうところですね。ということで、駆け足でお送りしましたが、前菜と地域とともに記者のですね、情報者の情報を見える化して全国のお客様にお届けさせていただくということで、もちろん皆様ご自身が何かちょっとしたこれ発信したいな、個人でも大丈夫です。個人で何かちょっとやってることを発信したいなって、個人のホームページとしても使えます。で、お店さん、あそこね、こんなもと情報発信したらいいのに、もう床に高いわとか、もう1日だけやわとか、もう円は高いからねとかいうところがありましたら、私とも本当に地元の情報を本当にもうたくさんのところに届けるっていう思いでやらせていただいておりますので、必ず喜んでいただけるお手伝いをさせていただけると思いますので、ぜひご紹介のほどよろしくお願いいたします。はい、最後に1個だけやるんですか、ちょっとこれまたあれなんですけど、あとでいいか、安心の話だったのであとでいいんですけど、いいですか。で、ちょっと最後にいいですか。実はですね、私今回この授業を始めるにあたって実は誰に声かけていただいたかっていうと、どなたに声かけていただいたかっていうと、メリージの経営をされております、下さんに紹介をしていただきました。で、その、地域貢献っていう部分であるとか、そういう部分ですごく私も共感をした部分もあります。で、実はですね、
皆さん、はじめましての方も分かりましょうか。改めまして自己紹介をさせていただきます。ホテルメリージュ延岡の今、専務取締役をしております、志田と申します。親父がですね、代表権を持った社長をしておりまして、うん、2代目として延岡の方に赴任をした次第です。実は私ですね、宮崎の方を拠点にですね、建設業であったりとか、もしくは建設コンサルタント業、もしくはそれに付随する、まあ、いろんな事業等をやっておるんですけども、約2年前に宮崎の方をですね、裏切りまして、延岡の方に家を構え、この延岡のために、赴任をしてきた次第であります。実は39歳の時に、宮崎青年会議所の第61代の理事長を しました。その時に実はこの構想というのは九州中であったんです。と言いますのが、我々青年会議所というのは街づくり、それから人づくりというのを主体にやっておりますけれども、九州でもですね、それぞれの場所から出向という形で寄り集まって九州のための街づくり、人づくりというのをやるんですね。実はこういうノウハウが我々あったからこそ、それぞれの各地域が手を結び合って、何か町のために、自分たちの町のためにできることはないかといったような発想から徐々に生まれてきた考え方と、それを具現化したサイトなんです。宮崎はですね、約1年半ぐらい前に宮崎県のブロックが構成をされまして、昨年末に宮崎エリアが、そして今年の8月に都城が、そして9月から10月にかけて延岡ヒルズというところでサイトのオープンというのをしてまいりました。このサイトですね、まずどうやって価値観を上げていくかと言いますと、やはり情報が命だというふうに思っております。したがってたくさんの情報がこのサイトに集まることによって、このサイト自体の価値観、いわゆる情報力が高まるということであります。これを、サイトを預かるこのハーベストさんが一人がですねやるんではなくて、そこの町を構成する人たち皆さんがそれぞれ情報を持ち寄って、いい情報の集積サイトにするということであります。先ほど川野社長がですね、人づくり、これは情報を発信できる人を育てていきたいんだという熱い思いを言われました。そして街づくり、これは情報を発信する場を我々が創造していく。実は青年会所活動に少しつながるような部分でもあるんですね。したがって、この考え方そのものに私も共感をして川野社長にご紹介をしたわけであります。まさかですね、素晴らしい日の内どころもない説明で私話すことがほとんどないんでありますけれども、一つ延岡ホテル旅館業組合の話、先ほど出ましたけど、ここのお話をちょっと紹介をさせていただきますと、ここはですね、22の施設が所属をしております。また日向は日向で別にあるんですけども、実はホームページを持っている旅館ホテルさんと、そうじゃない旅館ホテルさんがあるんです。もしくは、組合が行政から受けたいろんな連絡事項であったりとか広報事項ですね、これを組合員で共有する場もなかったんです。もしくはそれを今度は地域の住民の方々に発信する手段すらもなかったという背景があります。でこれはやっぱり問題だよねというふうなことを、それこそ観光協会さんの方から指摘をされています。で、旅館組合さんでホームページ作りなさいというようなお達しが来たんですけども、何せ金がないです。もう金がないですね。じゃあどうしようかと言った時に、実はこの仕組みをご紹介をしたわけであります。この J サイトというのは、そうですね、ホームページのマンションだというふうに思っていただけたらいいかというふうに思います。で普通はホームページ、自社のホームページ作るときっていうのは一戸建てを作るように設計をして構成を考えっていうふうなことをやりますので、時間もコストもたくさんかかるんです。
これは、まあ、マンション代ありますから、ある程度価格が決まってるんです。そこに情報を集約し、分かりやすくしかもということでありますので、実は各旅館ホテル組合の会員の皆さんだとは非常に取り組みやすかったという背景があります。それと安かったんです。したがって観光協会さんのご理解を得ながらですね、まずこのページを作らさせていただいたというような背景があります。今後は、先ほど来言ってますけども、まあ、我々旅館ホテル業のいろんな情報発信、もしくは共同の企画というのも今後出てこようというふうにも思いますし、いろんなこう仕掛けというのを共同作りのために考えています。こういったものを、J サイトとして、Facebook と駆使しながらですね、地域の皆様に情報を出していくというようなことをしていきたいというふうに考えております。また、まちづくりを行っていく上で非常に重要だなと思うのは、価値観の総合というふうに思っているんですね。あるものを売るのはこれ当然です。もしくはお互いが持っているものを価格を下げて売るのはこれはどうだろうというふうに思っています。実はこのロジックというのは経済が低迷しているロジックでしかありませんので、みんなで付加価値を作り上げていく、それを町の人に適正な価格で買ってもらう、これがやっぱり本当の経済というふうにも思っています。おのおのがそれぞれで頑張るではなくて、それぞれが手を取り合い新しい価値観を作っていく、そんな情報サイトというふうにもご理解をいただけたらというふうに思っております。ちょっとこのサイトを欲張ってですね、暮らしであったり観光、グルメ、遊ぶ、ショッピング、いろんな情報が入っていく予定になってますけど、まだオープンして間もないものですから、まだ情報の集約といったところが不備がございます。どうかですね、ここにおられる皆様方のお力をお借りして、このページにたくさんの情報が集まって価値観が増えますことを記念してご挨拶をさせていただきます。皆さんどうぞフリートークまでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということで、実際のページを見ます、ということで、宮崎ではですね、11月4日、7日、4日の日曜日になりますが、こちらの方で放送していただけることになりました。こういうのどこから商品を作っている感想ですね。私たちは本当に全国のお客様からご注文をいただく商品なので、すごくテレビとかで、ね、放送されると本当にありがたくて、ババッと注文がドーッと来るときと、あれあれ放送ちゃんとされたよねっていうときとありまして、実は全国放送、日本テレビさんの系列で放送があるのは今月の27日なので、一応私たち日曜日放送で、もう月曜日はもうずっと電話が鳴りっぱなしなんじゃないかと思って緊張している商品です。見ていただいて、その後にちょっとあれを、言い切りますね。私どもの、サイトはですね、まだまだ内容があれなんですが、実はその九州内で22サイトある中ではとても女性色を出しているサイトだと言われています。例えばママトークといって、また今からそこで情報とかもどんどん発信していきますし、ママトークは信用のことで戻
これその低糖質、町ではその低糖質情報っていうのがあるんですが、糖質制限っていう言葉聞かれたことありますか？私自身も実は糖質制限のセミナーをちょっと主催させていただいたりをしているんですが、ドクターの声と一緒に低糖質っていうものに取り組んでいらっしゃる店舗さん、延岡市内、九州市内にたくさんございます。こちらの方をですね、こういうふうにちょっと変わった視点でですね、店舗さんの方、例えば、シューガトラヤさんであるとか、メリッジュさんのまだここでも低糖質ランチが食べれたり、セオンジさんでも低糖質の対応できたりとか、そういうことをですね、ちょっと、携帯を貸していただいたりっていう、これはもう私たち独自のフレーズとして九州から言われてやることじゃなくてっていう自由度がちょっと効くので、まだまだやりたいことはたくさんあって、ここは穴場だみたいな話とかいろんなちょっと、いろんな案を女性3人でこうちょっと思いながらですね、やっていっております。なのでちょっと今日間に合ってないんですが、実は本当に皆さんに一緒にやりましょうっていうことをお伺いさせていただいてて、延岡さんもぜひですね、このトップのちょっとこのなんかいいところにリンクを貼らせていただけたらと思ってますが、よろしいですか？全然ぜひですね、本当に被る内容とかそういうものっていうのは本当にいいと思ってて、被せて被せてみんなで行った方がいいんじゃないかと思っていますので、何かご質問とかアドバイスとかご支援とか、質問コーナーに入った方がいい。